ありがとうございます。果たして地球以外に人間のような生命体が存在するいわゆる宇宙の内部にたくさんの地球型の惑星が見つかり始めています。宇宙のどこかには我々の生物がいると考えられています。もしも災害活動中にトイレに行きたくなったらどうするのですか？宇宙服の中で実はおむつを履いてですね、一回外に出ると6時間ぐらいずっと作業しています。なのでおむつを大人なんですけども着用して作業します。子供たちの学校